マミ藤フジオ6月26日から1970年10月24日は日本の実業家。日本で最初の図書館用具商者を開く。東京市本郷区の旧旗元の家に生まれる。聖母は、いわゆる未婚の母であったために、戸籍上は実の祖父母のご難として記録されている。東京高等師範学校附属、小学校高等科卒業後。 カウンが傾いたために、書籍販売業の丸禅にデッチとして入社する。24歳の時、担当していたタイプライターの構造を学ぶために、東京府立工芸学校の野学に通う。だが、会社側は、デッチ上がりのマミアの能力を正当に評価しなかった。野学の卒業式の日、来賓である、黒沢紹介社長の黒沢定次郎がその能力を、 惜しんで、アメリカ留学を進めて、費用の寄付を申し出た。1915年に、マルゼンを退社したマミアは1年間アメリカに留学して、図書館の重要性に気づいたマミアは日本における、図書館の増加を確信して、図書館用具の販売を行う企業を作る構想を抱いて、帰国。恩人である黒沢の下で働きながら、構想実現の準備を進めた。 1921年に当時図書館活動が盛んであった大阪に日本で最初の図書館専門商社である合資会社間宮商店を開いた図書館員らによって1927年に結成された青年図書館員連盟に創設メンバーとして参加して司書たちとともに目録や施設の改良などを企画したまた社員にも 商品を理解させるために、市書並みの知識を求め、社員の中から後に、日本重新分類法を生み出した、森清を輩出した。マミヤも日本重新分類法の普及に協力している。また、欧米の図書館学を中心とした、書籍2000冊を収集して、マミヤ文庫と命名して、図書館員の研究に資した。だが、1945年3月14日、 大阪市を襲った空襲によってマミヤは、自宅、社屋、そしてマミヤ文庫をすべて焼き払われ、マミヤ商店は事実上消滅した。マミヤは母である、マミヤ八重が農場を経営する北海道十勝郡、浦幌村に疎開した。マミヤは、村の養成で、農業共同組合の参事を務め、海村50周年の損子編纂に加わった。また、 戦後 GHQ が漢字全廃政策に絡んで出版、書籍の欧米化を図るために日本重新聞類法を廃して留意重新聞類法を導入しようとした際に国家公務員である森に代わって方針撤回の交渉に当たっている。1951年に東京に戻り株式会社ジャパンライブラリービューローを設立して 再び図書館用具商者を再開する。社長を退いた後は、図書館員養成所の講師などを務めた。晩年は、乱獣報省、訓四等随報省などを受賞した。戦後、再考したマミヤ文庫の蔵書が晩年に、村上製造を通じて、富山県立図書館に寄贈されている。ありがとうございます。